しかしマインツでの潜伏か。独立国の時を思い出すな。まあ住民たちには毎度面倒かけちまって申し訳ねえが、その意味でも泣き言は言ってられねえ。今は少しでも踏ん張らねえとな。さてと、だな。のみぞ知るかな。とにかく食べてごらんよ。よし、やるか。どこで間違ったんだ。ちょいと待ってな。こいつが俺のソウルフードだ。頑張って作るわね。何かしらこれ。よし、なんとかやってみるか。これはちょっと自信があるぞ。任せてください。何かの間違いかと。何ができるかな。とっておきだよ。あれ、ちゃんとできた。腕の見せ所ですね。なにこれ。ほほう、私にか。なかなか悪くない。腕の見せ所ですね。なにこれ。お兄さんに任せときな。ほらよ、こいつはとっておきだ。よし、こんなもんか。任せてください。何かの間違いかと。それでは始めますね。ぜひ召し上がってみてください。頑張って作るわね。何かしらこれ。
ランディさん、お疲れ様です。ロイドさんもご無事で何よりでした。ミレイユ、おい、しっかりしろ。ランディ、市民と司令たちのことは頼んだわよ。私の代わりにあなたならきっと。
奴らは新総統どもは越えちゃならねえ一線を何度も越えた。大切なものを、大切な場所を奪われ、壊され、踏みにじられて、ここまでのことをされて許してやれるほど俺は人間ができちゃいねえんだ。俺たちの怒りを、悔しさを思い知らせてやらなきゃ気が済まねえ。新総統と黒の英士どもに必ずな。なあランディ、許せないのは本当に彼らなのか。思い出したんだ、ランディが同じ顔をしてるって。2年前、マインツを襲った赤い星座に一人で戦いを挑んだ。あの時とまるで自分自身をも焼き尽くしてしまいそうな、激しくて冷たい炎のような怒り。ランディが本当に許せないのは自分自身じゃないのか。そこまで見抜くかよ。今まで何度も目の前で大切なものが傷ついてきた。てめえのせいでダチが死んだ時も、この地で星座がテロをしでかした時も、あいつが教団に操られた時も、今回撃たれちまった時も、クロスベルの独立が台無しにされて、お前がやられちまったあの時も。いつだって俺は手の届く場所にいたはずだ。なのにどうしていつも間に合わねえ。お前らと過ごして支援買って足場を手に入れて少しは変われたと思っていたのによ。そんな不甲斐ねえバカ野郎、許せるわけがねえだろうが。ランディ、だが今ならまだ取り返しはつくはずだ。司令を助けて包囲を突破すればミレイユもまだ間に合う。警備隊が体制を整えられればクロスベルを取り戻せる可能性だってゼロじゃねえ。だったら何だってやってやるさ。たとえこの身がどうなろうと、もう一度この手を血で汚そうともな。らしくないぞランディ、ランディの思いは痛いほどわかる。俺が心配をかけてしまったことも。だけど思い出せ、教団事件や独立国、あの黄昏も含めて今まで追い込まれた理不尽な状況、そんな立ちはだかった数々の壁に俺たちは手段を選ばずに挑んできたか。大切に思ってくれる人々から目を背け、自分をないがしろにしてまで何かを成してきたのか。それは怒っているのは俺だって同じだ。新総統たちに守れなかった自分に、今だって腹が立って仕方がない。それでもこの2年あくまで地道に、ただひたむきにできることを積み重ね、力を合わせて前へと進んできたはずだ。それが、それこそが俺たちじゃないのか。そうですよランディ先輩、支援家がずっとそんな姿をみんなに見せ続けてくれたから、だからこそ誰もが笑顔であの調印式の日を迎えられたんです。私もそんな皆さんに勇気をもらっていた一人です。この2年間、その前からずっと僕たちが観察業務や各種交渉に全力で当たれた理由もそこでしょうね。ただ恩返ししたかったからじゃない、あなたたちの正義のあり方が尊敬できたから。きっとリーンも同じ気持ちでしょう。授業や演習を通して
ランリーさんが背中で語ってきた支援家らしさ、それは分校のみんなにも確実にいい影響を与えてくれました。そのお返しの意味でもどうか私たちも頼ってください。リン君やユーナちゃんの分まで全力で力になりますから。ノエル、マッキー、トワちゃんも見せつけてやろう。ランディ、新総統たちに俺たちなりの流儀を。俺たちがクロスベルにいるたくさんの人々が今も諦め悪くあがき続けているってこと。絶対にクロスベルを取り戻す、そんな俺たちなりの宣戦布告を。宣戦布告か、そいつはいい。すまねえなロイド、ノエルたちも俺としたことがまた見失っちまってたみたいだ。たく、いつまでも心配かけて兄貴分として情けねえっつうか。先輩、気にするなランディ。道に迷ったら強引にでも引き戻すのは相棒としての務めだろうしな。改めて力を貸してくれ相棒。ノエル、トワちゃんに、マッキーも、まずは司令たちを何としても助ける。あくまでも俺たちなりのやり方で。じゃなきゃまたミレイユにどやされちまいそうだからな。その通りだ。ランディさん、これで本当の意味で全ての準備が整いましたね。ええ、絶対に成功させましょう。みんなで力を合わせて。ああ、逃げなさい。幕引きにはまだまだ早い。そして最後まで楽しみましょう。黒の英士たちと警備隊が織りなし血と硝煙が彩る狂乱のステージを。ここは私たちに任せてください。事態は一刻を争うはずです。皆さんは総員へ向かってください。帝国前団が作戦開始だ。お前ら準備はできてるな。警察隊警備隊で連携してまずはトンネル道を突破します。クロスベルの命運がかかった作戦です。各自全力を尽くして絶対成功させましょう。おう、
奴らは。やはり仕掛けてきたか。どうして私まで前線に。私たちは後方支援ですよ。頑張りましょう副局長。腹くくるぞレイモンド。了解です。警察ごとき加わったところで突破できるとでも。待て、バニングス隊長。赤い死神もいないぞ。こっちだ。先行します。フラン、どうか気をつけて。お姉ちゃんも。頼んだぞロイドたち。ここは任せて急ぎなさい。行かせるか。可能な限り引きつけて格好撃破を狙うぞ。今こそ警備隊の力を見せてやれ。こしゃくな。格の違いを思い知らせてやる。私の番ですね。さすがに守りが固いですね。防衛戦の真っただ中ですから。でも今はこのまま突っ切るだけです。ああ、ミレイユの分まで持ちこたえてくださいよ、司令。
私たちもいるわ。遅くなってごめんね。もっと早く合流したかったんだけど、いろいろ準備に時間がかかってね。それに僕たちだけじゃない。待たせたな。総員攻撃開始。彼らの道を切り開くぞ。おー、弾薬の心配はいらないよ。撃ちまくりな、ポリコーども。このまま一気無力化する。関節駆動部を狙おう。歯ごたえありそうじゃねえか。俺の番だな。行くぞ。強行突破だ。レイジングハンマー。行くぞ。任せたまえ。アークス駆動。オウよ。これで終わりだ。くらえ。崩れたぜ。そこだ。せい。覚悟してもらおう。やあ、俺の番だな。はっ、行きます。強行突破だ。レイジングハンマー。行きます。覚悟してください。お返しです。
俺の番だな。行くぜ。アクス駆動。任せてくれ。だな。これで終わりだ。くらえ。崩れたぜ。そこだ。はい。覚悟してください。僕の番だな。覚悟してもらおう。ここだ。よし。番だな。はっ。崩れたぜ。そこだ。行くぞ。せい。崩した。終わった。任せてくれ。そこまでだ。強制観察を開始する。これでとどめだ。ジャスティス・バレット。よし。せい。今だ。終わった。俺の番だな。チャンスだ。そこだ。俺の番だな。そこだ。黒影陣。よし。せい。崩した。終わった。俺の番だな。はっ。崩れたぜ。そこだ。行きます。行くぞ。せい。今だ。終わった。僕の番だな。覚悟してもらおう。ここだ。今だ。行くぜ。
ラウドウォリアー、行きます。さて、始めるとするか。うわぁ！ベルゼルガー！悪いな、往生しろや。これで終わりだ。先に行かせてもらうよ。よし、やったぞ。まだまだ行けるぜ。やりました。やったね。やったぞ。いや、ここは任せて、お前たちは総員に向かえ。ソーニャのことは頼んだぞ。君もな、レーグにつく。私とヨシアはこのまま同行するわね。スコットさんたちは北口の応援を頼みます。了解だ、任せてくれ。しゃあ、暴れるよ。医療物資も持ってきてるわ。怪我人も出てるわよね。了解。
ほら。任せてくれ。くれ。俺の番だな。やっ。やっ。行きます。やっ。俺の番だな。チャンスだ。そこだ。あ。変わってくれ。引き受けた。切り裂け。よし。こいつはどうだい？クリムゾンゲイル！はい！そこ！僕が相手だ！悪いな。先に行かせてもらうよ。生き返るな。強敵だな。歯応えありそうじゃねえか。ほら。俺の番だな。よし。行くぞ。ゼロプレイか。崩した。もらった。あたしの番ですね。覚悟してください。ファイヤー。チャンスです。続くよ。あたしの番だね。俺の番だな。ふん。チャンスだ。そこだ。やん。行くぜ。Yeah.
おや、宝箱みたいだ。アドリーさん、他の皆さんも無事でいてくれるといいんですが。大丈夫、リンさんたちもついてるわ。あっちのことは一旦任せましょう。もうすぐ総員に到着します。私たちも気を引き締めましょう。強敵を発見。逃しま、こいつはどうだい？クリムゾンゲイル！チャンスだ！そこだ！はい！デンジネット！投射！崩れました！続くよ！私の番だね！
たな来訪者を登録。ターミナルケルンを起動。レリーズポイントの消防を開始。解放ランクの上昇を確認。該当ランクの特典を授与。完了。来訪者の体質を確認。これが総員の内部。聞いていた通り、内部もかなり不気味ですね。ええ、しかも前に解いたはずの仕掛けが復活しているみたいです。黒の英士の仕業ですか。アンブッシュにも注意しましょう。だな。ぜい。崩れたぜ。そこだ。無駄です。崩れました。続くよ。行きます。さて。始めるとするか。うわ
悪いな、往生しろや。私の番ですね。やっ、チャンスです。お願いします。任せて。そこ行くよ。そこ崩したよ。今だ。行くぞ。せい、悪いな、先に行かせてもらうよ。掴んだ。なんとかなったな。やったね、ロイド君。支援課と遊撃士の皆さん、本当に息ぴったりですよね。ま、伊達に何度も協力してきてねえからな。そこ、チャンスだよ。それ。行くぜ。だな。はっ。やん。アークス駆動。させない。無駄です。チャンスです。続くよ。よろしくお願いします。お宝発見。
ほら。よし。さて、始めるとするか。うわあ！ベルゼルガ！悪いな、往生しろや。俺の番だな。あたしの番ですね。アークス駆動。それ。バカな。よし、先に進もう。よし、やったぞ。まだまだいけるぜ。やりました。水が溜まってる。こんな場所があったんだ。外回廊ですね。空が見えると少しホッとします。向こうの扉から先に進めたはずだな。魔物に注意して回り込もう。よっしゃ、畳みかけるぞ。ほら、行くぞ。俺の番だな。ゼロブレイカー。行きます。電磁ネット投射。チャンスです。続くよ。私の番だね。俺の番だな。こいつはどうだい。クリムゾンゲイル。無駄です。チャンスです。続くよ。やん。
強そうなのがいい。やあ！ごめん。気をつけろ。始めるとするかな。先に行かせてもらうよ。見せどころですね。これはとっておきです。よし、やるか。どこで間違ったんだ。おお、お宝じゃねえか。
エーステル、ただの壁のシミだよ。克服したんじゃなかったのかい？お二人を見ているとこんな時でも和みますね。ああ、バカップル様々だな。ってランディさん、聞こえるから。歯応えありそうじゃねえか。
始めるとするか。うわあ！エルゼルガ！悪いな。往生しろや。俺の番だな。俺の番だな。元気出してこ、プレジャースマイル。行くぞ。崩した。もらった。追うよ。これで終わりだ。くらえ。チャンスだ。そこだ。やん。はい。やっ。崩れました。続くよ。無駄です。崩れました。続くよ。私の番だね。はあ、行くぞ。ついてますね。
チャージ完了です。逃しません。行きに行くぞ。ほら、私の番ですね。えい。敵ユニットの傾向を解析。解析完了だよ。よし。やっ。俺の番だな。やっと。悪いな。先に行かせてもらうよ。手に入ったね。道がつながりましたね。よし、急いで採用に向かうぞ。そうにゃしれん。そこ、今行きます。完了です。おっと、宝箱だ。
行くぞ。ゼロブレイカー、今だ。俺の番だな。こいつはどうだい。クリムゾンゲイル。はい、デンジネット投射。崩れました。続くよ。行くよ。アークス駆動。行くぞ。行くぜ。ぜい。チャンスだ。そこだ。行きます。崩れました。続くよ。バカな。行くぞ。や。今だ。望むところだ。俺の番だな。ほら、よし。俺の番だな。元気出してこ、プレジャースマイル。行くぞ。ゼロブレイカー、今だ。もらった。行きます。そこ崩れました。続くよ。行くよ。俺の番だな。はっ、崩れたぜ。そこだ。無駄です。それ俺の番だな。敵続けてきます。よし、ラウドウォリアー、俺の番だな。ゼロブレイカー、崩した。もらった。続くよ。とどめです。行くぜ。無駄です。チャンスです。続くよ。行くよ。やっ、はい、やっ。俺のバッテリー、チャンスだ。そこだ。ビシッと決まったな、相棒。なあ、ランディとなら負ける気がしないな。